おはようございます。本日は鈴鹿山脈の最北端にある霊山山に来ています。今日は滋賀県の今畑登山口から登っていきます。今駐車場ですけども、ここから今畑の、登山口まで歩いていきます。今日はね、霊山山を反時計回りで周回してこようと思います。こちらにある今畑登山口から登って、霊山山山頂まで行って、そして、周回してこちらから帰ってくると。いう形で反時計回りで回ってきます。それではまずこちらですね。今畑登山口へ向かって出発します。すごいですね。もう3月中旬なんですけど、どうですかねこれ。一番高いところだと2メーターぐらい積もってますね。この橋の上もすごい積もってる。向こうのね、川の向こう岸の雪もミルフィーユみたいになってますけど、もう今にも雪崩を起こしそうな感じですね。はい、登山口が見えてきましたね。ここですね。あそこの木に看板がありますけど、今畑登山口ですね。今畑登山口から登って、霊山の西南尾根を登って、山頂を目指すというルートになります。登山口から登ってすぐのところなんですけど、ここね、結構急な斜面のトラバースで、あそこちょっと雪崩で、雪が崩れてて、下の木も折れたりしてるんですけど、ちょっとね、いきなり、危ないので、早速、軽アイゼンをつけて登っていくことにしました。ここですね。ここね、多分、急な斜面なんで、雪が溶けてきて、雪崩を起こしてますね。崩れてます。でね、ここもね、雪残ってるんですけど、だいぶ道が細いんで、慎重に行きたいと思います。登山口を登って10分も経たないぐらいのところに、人工物、家がありますね。これが多分、今畑集落の、廃村になったね、集落だと思います。もう今は誰も住んでないはずです。これはだいぶ立派な家ですね。ね、もう誰も住んでないんで、ゴーストタウンみたいな感じで、すごい寂しげな感じになってます。立派だと思った建物はお寺です。宗金寺って読むのかな。ここですね。ここから、本格的な登山道に入っていきますね。結構ね、雪の影響で木が折れてるところが多いですね。看板ですね。霊山山、笹峠、大見展望台。あの辺りかな。行きます。また倒木ですね。何本目だろう。これはでかいな。うわ、すごい。これは、倒木がすごいな。
雪の重さで倒れたのかな。根こそぎですね。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、すごい倒れてます。ちょっと尾根っぽいところに出ました。で、眺めが良くなって、あそこですね。あそこの雪の壁みたいなのを直通するんだと思います。あそこを登ると、大見展望台だったかな。結構きつそうですね、あれは。はい、それでは、笹峠に向かって、もう少し進みます。先ほどのところから、ずっとここの、尾根の横をトラバースしてきたんですけど、だいぶ斜面ギリギリのとこ歩いてるんで、もう転倒したら、ほんと滑落しそうな、ぐらいの、すごい急なところを歩いてきました。結構ね、危ないですね。雪があったりなかったり。あとこうやってね、もう雪が溶けて穴が開いたりしてるんで、非常に危ないです。あとはトレースをしっかり見てね、歩かないと、トレースじゃないとこ歩くとですね、もう踏み抜きがすごくて、危ないですね、結構。もう少しで、笹峠だと思います。ああ、出ましたね。この雪の壁を登ると、大見展望台ですね。ああ、今ね、お二人登ってますね。すごいきつそうだな、あの直登。危険ですね、結構。今日はね、結構気温が高いんで、雪が緩み出すのが早いと思うので、なるべくね、まだ気温が低い朝のうちに登っていきたいと思います。雪の壁の直登を前に、少し下ってますね。ちょっと看板を見つけることができなかったんで、わからないですけど、多分ここが笹峠ですね。少し、低くなっている部分ですね。そしてここからまた登りが始まって、さっきの雪の壁の直登が始まります。今ね、7時50分ですね。ちょうど登山を始めて1時間30分ぐらい経ちました。笹峠からこの雪の直登を登っていきます。雪の壁直登コースの真下に取り付きました。これ思った以上にすごい直登ですね。もしかしたら、伊吹山の雪の直登コースより、角度厳しいかもしれないです。気をつけていきます。すごい、もう、雪の壁ですね。このシャドウ、伝わりますかね？すごいシャドウです。これ絶対、転んだら、滑落しますね。怖い。眺めはすごくいいですけど、怖いですね。歩いてきた尾根ですね。こう歩いてきて笹峠で、今この雪の壁を直登しています。まだ全然ですね、3分の1も行ってないと思います。さっきね、この直登で岩に近いところで踏み抜いてしまって、体がね、半分ね、雪の下に落ちてしまいましたね。危なかったです。もう少しで、もうね、体全部が雪に埋まってしまうところでした。いや、めちゃくちゃ危ない。
うん、霞んでるけど琵琶湖見えますね。あそこ登れば大見展望台だと思います。あと少し頑張ろう。ああ、おお、おお、見えた。ああ、霊山山、山頂かな。ここに看板があって、大見展望台ですね。すごい見晴らしがいいです。琵琶湖も見えて、滋賀県も一望できます。ガスってますけど、見えますね。で、鈴鹿山脈、お池岳、藤原岳。で、この長いのが養老山脈ですね。でこっちには霊山山の最高点と山頂、そしてあそこに湯吹山が見えますね。素晴らしい。大見展望台まで1時間と少しかかりましたね。あの雪の壁の直登登るのに1時間10分15分かかりましたね。だいぶ手が悪かったです。これが西南尾根っていうんですかね。霊山山は初めて来たんでよくわからないですけど、多分これが西南尾根で合ってると思います。ここの雪庇が崩れそうな感じです。ここがね、亀裂が入ってるんで、ここから溶けて崩れて雪崩の前兆かもしれないですね。おお、おお、見えてきた。霊山の山頂部が見えてきました。おお、すごい。見晴らしがいい。霊山の山頂部の全貌が見えますね。ここを、この尾根をたどって、あそこですね。最高点。で、その後に山頂ですね。向かいます。この辺はね、だいぶ、岩が出てますね。カレンフェルトの霊山らしい岩が、あ、踏み抜いた。あ、踏み抜きが多い。うわ、うわ、うわ、あ、もうこの辺、踏み抜きだらけですね。あ、これはきついな。踏み抜き地獄みたいになってます。現在9時30分ですね。青空が出てきました。すごいな、雪庇が。ここも多分、雪庇の真横歩いてるんですね、これ。あ、ここ、ひびが入ってますね。クラックっていうのかな。この雪庇、怖いけど、かっこいいな。さっき見ていた雪庇の真横を歩いています。多分ね、これ以上、このトレースより右に行くと危険ですね。ところどころね、雪庇の先端部分に亀裂が入ってるんで、もうすぐ崩れますね、これ。藤原岳と同じくカレンフェルトですね。
これがね、霊山山の特徴の一つですね。雪がないとこのカレンフェルトを楽しむことができますね。今日は雪もカレンフェルトも2つとも楽しめるんで、意外とラッキーだったかもしれないですね、この残雪期に来たのは。うわ、これ結構深いですね。1メートル以上はありますね。ここ落ちたら登ってこれないかもしれないですね。もう少しで霊山山の最高点に着きます。多分こっちが最高点で、向こうが山頂ですね。まずは最高点を目指します。ここからはね、雪がなくなっちゃってるんで、このカレンフェルトの岩の上を縫うように登っていきます。またね、雪が出てきたので雪の上を歩いていきます。これから霊山最高点、ここも雪庇がすごいです。もう今にも崩れ落ちそうですね。あとね、ここを登れば最高点に到着します。その後こっちに左に行って、あそこが山頂ですね。なんか雪に亀裂みたいなのがありますけど、すごいですね、ダイナミックです。さあ、それでは最高点へ向かって最後の登りです。見えてきた。最高点の標識が見えてきた。霊山山最高点1,900m。雪山が見えて、避難小屋も見えます。こっちに御池岳、藤原岳、でこっちが山頂ですね。最高点を通して山頂へ向かいます。風が強い。気温は低くないんですけど、風が吹くと一気に太陽が疲れますね。やっぱりあそこ崩れてるね、雪が。
なだれ起こしてますね。青空になってきた。風が強くて寒いな。あそこ登るのか。いやちょっときつそうだな。完全に崩れてますね。雪崩を起こしてます。はい、それでは山頂へ向かう最後のこの雪の壁を登ります。この辺がね、すぐ横が崩れてるんでちょっと心配ですけど、慎重に行きます。もう、ほんと壁ですね、これ。雪の壁へ登りました。
京塚山の方に行きます。あそこですね、京塚山は。その横にちょこんと小屋が見えます。避難小屋ですね。今日は避難小屋には行きません。京塚山だけ行って下山します。ここが霊山の山頂でした。ここからこの雪道を下ってまた登り返して、そして雪はないですけど、このカレンフェルトが群がっている山頂が京塚山です。京塚山の山頂です。あと少しです。京塚山山頂です。呉ヶ畑トレイル A11、 病気や怪我で動けなくなったら上の番号を伝えてください。救助の番号ですね。さっきまでいた霊山の山頂です。でこちらが最高点ですね。そして鈴鹿の山はちょっともう見えないかな。養老山脈ですね。そして伊吹山と、ここに小屋が見えていると思います。あそこが避難小屋ですね。結構ね立派な避難小屋っていう風に聞いてますけど、今日はねもう山頂でお昼も食べてしまったので、避難小屋には寄らずにこのまま周回コースで下山したいと思います。落合呉ヶ畑コースで周回して下山します。では下山します。京塚山から下ってきました。まだ山頂なんですけど、山頂の中でも少し低い場所に下ってきました。すり鉢状になってますね。ここまでね割と平らなというか、まあ少しだけデコボコありますけど、起伏のそんなにないですね。割と平坦な道を歩いてきたんですけど、ここからですね急な下りになります。もうちょっと下が見えないぐらい急になってますね。結構ね霊山山山頂はいいんですけど、上りと下りは急なところが多いですね。気をつけていきます。急な下り坂を下ってきて、この看板には5合目見晴らし台って書いてありますね。あと半分ですね。3合目です。だいぶ下りました。でもう雪がねだいぶ溶けちゃってて、もうドロドロの道になってますね。そこまでは雪があるんですけど、その後はもう雪のないただの泥の道になってます。はい、2合目の汗吹き峠に到着しました。ここから分岐になっていて、こちらに行くと呉ヶ畑で、こちらに行くと落合になります。私は、周回コースなので落合方面に向かいます。あ、結構急だな。
あと駐車場まで 4,50 分だと思います。塗装ですね。雪解けで川の水量が増水してるんで、かなり危険ですね、これは。なんとかね、ロープと石ですね。ちょっと水面から出ている石の上に乗って、なんとか渡り切ることができました。いや、結構危なかったですね、ここは。ちょっと水量が多いと危険ですね。この丸太の橋ですかね。これも渡らないといけないですね。危ない。気をつけていきます。